全員に必要になってきます。ですので、情報を入れましょう。で、年金の特別催告状、黄色の意味とかですね、源泉徴収いくらからとか聞かれてます。あと、特別催告状を払ってるのに来るのはなぜですかとかですね、非課税世帯、医療費控除っていうのはどうなってますかとか、あと年金の問題点ですね、わかりやすく切りたいっていうことなんですけども、まあ、いろいろ、細かくこの短い動画では答えられないので、まあ、一つですね、年金の問題点っていうところなんですけども、まあ、日本のその、人口ピラミッドを考えれば問題っていうのは浮き彫りですよね。フィリピン、例えばこのフィリピンとかだと、綺麗な、三角なんですよね。要は、支えるべき老人が少なくて、働く世代が、若い世代が多いってことですよね。まあ、これっていうのは年金、例えばフィリピンは年金制度、そういう年金制度はないですけども、あったとしても成り立つんですけど、日本の場合逆なんですよね。支えるべき人が多すぎて、働く人が少ない、まあ、どんどん少なくなっていくってこと。